お、そのわけで今日はね、パタラバです。え、名古屋、吹き上げやったかな。パタラバということでよろしくお願いします。はい、そんな感じでね、名古屋初日はあんな感じでした。また朝から頑張ります。夜のこの名古屋の感じですよね。はい、というわけでね、名古屋2日目、ストレガさんですね。今日はあのなんかね、初めて来たんですけど、あの BGM の選曲がすごい、僕すごい良かったですよ、本当に。あのギターが好きな人なんやなと思いながら、店の雰囲気もとても良くてですね、なんとすでにもうほぼ満席になってますけど、精一杯やりたいと思います。誰かのルールで空ごと聞こえてくるのはジャパン劇、どうでもいいことばかりだ、大事なことしかありがない。あ、消えてゆく、あ、何もかもこのまま消えてやっただけなら、使い尽くすのさこの全て、今日はあの昨日と逆側の川べりで喋ってますけど、名古屋2日目終わりましたということで、なんかこう、まあ、ちょっと出るようになってんのかなっていう感じでしたけど、まあなんか本当に自分の声はともかくとして、すごくみんなにあの助けていただいたというか、あの本当にありがたかったし嬉しかったです。はい、名古屋3日目ですね。ちょっと店のあれが音だね。まあいいや、今日も精一杯やりますね。よろしくお願いします。心は泣いやまない、どんなに胸が痛んでも絶対止まってたまるか、そう言ってるせい、上場していろんなもの仕込んでみたから、毎日会社は甘いだからねえのに、やなぜだけわかりそうな経験を吐きこなし、理論を並び出せて物差しを腰に差してくけど、そのまんまじゃプロや。お疲れ様です。名古屋3日目、終わりました。まあなんかこの名古屋あの4日間明日で終わりなんですけど、毎日なんかこういろんな、まあ自分の調子も含めていろんなことをこう、まあいろんな感情が湧くということがやっぱりすげえ、なんかやっぱりまあハッピーだなというか幸せだなとすごく思います。なんか今日はあの久々に、本当に大学生の時のバイトの先輩の人があの急に見に来てくれたりとか、なんかあと本当にね、周りに歌を一緒に歌って、歌う僕の歌を知ってる人がいなくて、まあ誰も歌わないっていうような中で一緒に歌ってくれる人がいたりとかして、なんかすごいなんかあのいろいろ嬉しかったし、まあ、声が出てきてるのも嬉しかったし、なんかいろいろ本当に毎日ね、なんか面白いです。本当ありがとうございます。明日もなんかあの犬やって、名古屋4日間締めくくりたいなと思いますね。またよろしくお願いします。この名古屋ベイスインリバーサイドナイン、あーどうもね。名古屋4日目ということで、夜空と月のピアスのトイレで撮ってますけど、
なんかこう、トイレがガチャガチャしてても、なんですかね、ありだなっていう、っていうのはライブハウス独特なんじゃないかなと思って、最終日、楽しんでやりたいと思います。よろしくお願いします。太陽光を浴びて、その背を振るぜ。名古屋4日間、あっという間に終わったというか、日々いろんなことがありまして、僕個人的にですけど、今これを撮るためにですね、ちょっとこれ川辺に行ってるんですけど、なんと今水たまりにはまりまして、靴と靴下びしゃびしゃになりましたね。ある意味これが一番ハプニングだったかもしれませんけど、4日目、すごくみんなにたくさん来ていただいて、歌ってもらって、助けていただきました。本当ありがとうございます。なんか、名古屋も4日間、すごく太一くんをはじめ、すごくいろんな人に、助けてもらいまして、まあ、本当は良くないと思うんですけど、なんか、なんとか、やれました。本当にありがとうございます。嬉しいこととか、悔しいこととか、たくさんあったんですけど、なんかまあ、次こそというか、ちゃんといいのをやって、なんかこう、人生楽しいっていうか、ハッピーなんだなっていうのを、見せて、見てもらえたらなと、思います。でも本当に、最後すごくみんな歌ってくれて嬉しかったです。ありがとうございました。ね、みんなも池にはまらないように気をつけてください。ありがとうございました。では、今する